このワンドラゴンを叩く、手伝ってくれるか、テレマダラは泣くんでしょうねか。ペッピーも大変だな、コーネリアの将軍だもん。ペッピー将軍ね。惑星フィチナーからペッピー宛に。ルーシーか。あれルーシールートやってなかったっけ。あ、でも2番はそうか、クリアしてるから今2番のところに星印がついてるので2番に行く必要はないです。じゃあ1番行こうか。フィチナでルーシーを助けに行きましょう。エネミーフォグ、フォグって霧とかもやとかっていう意味やった気がしますけど。宇宙物理学の教師をしているはずだ。宇宙物理学ってすごいな。パイロット目指していたおてんば娘が今では先生だからな。確かクリスタルとも仲が良かったよね。何か知ってるんじゃない？そのことはもういいんだ、スリピー。オイラもクリスタルのことが心配なんだよ。そうか、悪かった。さあ、出撃するぞ。おー、なんかこのマップ覚えてるか。もう試練。このエリア解放か。あいつ来るんじゃねえかな。スパイダー、ファイバー、ファイヤーバー。あ、ここの BGM フィチナやんけ。いいやん、いいやん、いいやん。わかりますかね、この今の BGM。 あの表現突破、あのアサルトのフィチナの表現突破なんですよ、これ。こいつがどっち動くんやろ。下ルート来るんかな。でもアイテムあるけん、多分下ルート来るんじゃないかな。多分ね、上下入れ替えた方がいいような気がする。よし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 。なんかね、このゲームね、結構初見殺しが多くって、このキャラクターがいる位置を入れ替えた方がうまいこといくことが多くってね。今回みたいにフォックスが下で、フォックスが上で、スリッピーが、お前か、倒しにくい。ああ、多分これあれ出てくるんじゃないんかな。あいつ出てくるんじゃないんかな。まあまあ、そのフォックスが上で、スリッピーが下にいたと思うんですけど、わあ、覚えとるわ、このね、このマップ。初見プレイの時、むっちゃ苦戦した覚えある。結構むずいんですよね。敵が少ないマップって結構難しいんですよね。で、そのフォックスとスリッピーの場所を入れ替えた方がいいっていうのは、その敵の量とか敵の種類ですよね。こいつはジグザグに動くので、まあ、ロックオンできた方がいいんじゃないかなと思って、OK!70 秒か。30秒の間にいますか。ちょっと厳しいかもしれないですね。まあ、いよいよタイム足らんくなったら、自滅するっていう手があるんですよ。そしたら、時間が100秒に回復するんですよね。なんていうんですかね、こういうのって。デスルーラーじゃないですけど、結構やり直しは効くので、このゲーム。でね、結構その、熱い。入れ替えてやってあった方がいい場合もあるというね。
まあ、それが全ていいかどうかって言われるとちょっとそれは個人の好みでもあるんですけど、まあこのマップあまり変わらんかったですかね。どちらかというとあれですね、ローリングを多く使えるフォックスの方が良かったかもしれないですね。ファイヤーバーってマリオですからね。よし、よしよしよし。まあ70秒から結構持った方じゃないんかな。ここでミサイルか。フォックス届かねえ。しゃあなしか、もうこのルート。スリッピーがどこまで活躍してくれるかやね。そのタイプの敵か、お前は。鬱陶しいタイプやな。行く手を阻まれるのが一番鬱陶しいですからね。お前時間落とさんかな。よし、落とした。時間も落として回復もできた。 OKOK。おお、奇跡的に当たらんかった。ラッキー。クソ、当たってまた。こいつ鬱陶しいな。行く先々に落としてくるからな。よし、時間。オッケー、カツカツやね。よく初見プリここ行けたな。お前か、くるくる回るやつ。痛い、だからやめろってば。よし、よし、時間落とした。これはでかい。よし、さらに時間。いいぞいいぞ。
なんなんでしょうね、1回ぐらいしかこのマップやってないはずなんですけど、すごい覚えてるんですよね。なんかマップの構造を見ただけで、あ、このマップはっていうね。オッケー、時間もまずまず。あとはミサイル撃破してスリッピーで一気に敵基地を叩けばクリアかな。あー、危ねー。まあ、まずはミサイルかな。外したらそこでゲームオーバー。まあ外さんですけどね、ミサイル。ロックオンできるキャラでいけば基本ミスはしないはず。まあ、ロックオンできるキャラって言ってもレオンは別格ですけどね。レオンは別ですけど、こいつか、ファイアバーか。ファイアバーちょっと苦手やったんやな、さっきやった感じ。ちょっと離れようか、ちょっと距離を置きつつ、このゲームの当たり判定いまいちよくわかんないんですよね。よし、回復。時間が欲しいところやけど、オッケー、よし。ファイアバーの領域に入ってしまった。逃げたい逃げたい逃げたい。ボムか、回復かな。よし、なんか若くぐるタイミングでなんか何が出るかが一瞬わかるっていうね。回復かボムか時間かっていう。ボムか、オッケー。まずまずの時間。これ右上にもう一個基地ありましたとかって言われたらちょっとしんどいんやけど、まあフォグを解除せんかったら僕が悪いんですけどね。こいつらか。まあスリッピーの難敵やね。まあ、スリッピーの難敵は基本動く敵ですからね。当たり前っちゃ当たり前ですからね。むしろ動いてない敵の方が珍しいっていう。よし、このゲームどの敵が何を落とすとかって基本決まってないはずなんですよ。僕がプレイする上でしてる感覚でですよ。そのなんかこのタイミングでこの敵を倒すとというか、なんていうんですかね、一応敵一匹一匹にそのドロップする
アイテムが決まってるとかじゃなくって、こいつを倒せば時間が出るとかっていうんじゃなくって、なんかその時々に必要なアイテムをドロップしてくれるっていうのがこのゲームなんですよね。いって、マジか。で、必要な時に必要なアイテムが出るはずなんですけど、まあ現実そうともいかないんですよね。さっきみたいに普段やったらもうめっちゃ時間が欲しいのに回復が出るとか、めっちゃ回復欲しい時に時間が出るとかっていう、なんていうんですかね、これコインゲットし損ねたね。調整すればよかったかも。やべえ、これもしかして右上に敵基地ありましたよパターンじゃない？だって終わりじゃないもんね。やば。あったー。とりあえずちょっとフォックスも近づいて。お前か。敵多いなー。お、よかった、ラッキー。ラッキー、よかった。結構優しいね、このゲーム。あ、最後の敵やし、ちょっとゆったり行こうかな。よしよしよし。お、なんか左手が疲れてきたぞ今度。右手は大丈夫なのに左手が疲れてきたぞ。回復じゃないんだけどな、欲しいな。なんか珍しく今日すげえ疲れやすいんやけど、なんでやろ。疲れるって言ってもその「わあ疲れたぜ」っていう疲れじゃなくて、疲労、なんていうんですかね、精神的な疲労じゃなくて肉体的な疲労がすごいんですけど、そんなに筋力落ちたかな。そんなに変わりないと思うけどな。まあ低たらくな生活はしてるんですけどね、それでもちょっとこう工夫をし
してるつもりなんですよ。こうお腹にちょっと力を入れてみたりだとかね。できるだけ体のどっか力にね、どっかに力を入れるという、なんかこう孔雀な真似をしてるんですけれども、来たー、やはり来たか、ウルフ。そんな気しとったで。フィチナといえばやっぱりウルフよね。今度アングラー軍に雇われたのか。つべこべ言うな、行くぞ。あー、スターウルフや、そうや、そう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 、だから初見プレイすげえ覚えと、初見授業すげえ覚えてたんですよ。これありえんすよマジで。はよ、きたー、3機一気に戦いますからね。まあ、さほど強くはないとも言えんのですよ。あの、結構ガチなんですよね、こいつらマジで。バック取られてる気がする。で、基本的にチャージ弾は食らわなかったような、チャージ弾食らわないというか、その回避されるんですよね、チャージ弾を。で、こまめにこの爆弾嫌いを破壊していかんと時間がね、ないんですよ。いやー、強えぞこいつらマジで。こいつらマジで強いっすからね、半端ないっすよ。アングラより強いんじゃないかってぐらい強いっすよマジで。もうやり直し必死ですからね、悪いっすけど。OK、 時間、いいタイミングで時間は出てくれますけど、くっそ、俺の動きに合わせて。だいぶ減らしてきたぞ、半分か。これでもあれっすからね、あの1対1のザザンとかいるじゃないですか、あいつらが一気に3体来てるのと同じ状態なんですよ。わけわからんでしょこれ。いって、めっちゃ食らう、なんだこいつら。あの1対1ですら手こずるあのザザンを一気に3体相手してるのと同じ状態なんですよ。なので、この、なんていうんですかね、ゲージがあるじゃないですか。左側に、ボムか、ボムでも使ってみるか。当たらん。お、ラッキー、時間来た。左側に赤色のゲージがあるんですけど、あれ普段やったらボス1匹で1本分なんですけど、こいつらこの1本で3匹分あるんで、これをゼロにしようとすると、ゼロにするとしようとするとかもゼロに戦闘時間なんですけど、要するにこいつら 1機倒すことで、3分の1減るんですよ。よしよし、1人倒した。どれか分からんかったけど1人倒した。レオンかな、ウルフかな。あ、ウルフやった。いやー、でもこの BGM をずっと聴けるっていうのはね、やっぱりいいですよね。よし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 、レオンも倒した。残るはパンサーか。
80秒か。あとちょっとなんやけどな。いいね BGM が。あとちょっと、あとちょっと。よし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 、一発でいけた。まず一発でいけんすからね、初見。よかった、いけた。まず初見プレイ一発クリアは無理っすよ、ここ。待ち合わせをしてるんでね。まあそういうことですよ。